言葉は喋るまでは俺のもんだけど喋って受け取った後は自分のものなんで日本語が作る我々のその心っていうのが世界に影響を与えて世界が変わっていくっていうだから当時は言えなかったけど本当にあの時っっっっこちてててよかったなって思ってるんですよねそして今が一番若いから皆さん こっかからら先、今より若いいはな2024年1月12日金曜日出版社「ノースビレッジ」より窪塚洋介の人生攻略本出版になりました。 ももしもこの現実に人生攻略本のようなゲームの攻略本のような幸せになるための本があったならそういうことを発端にしてそういう思いを言葉にしてこの本に込めました人との向き合い方気持ちや言葉の伝え方この世界でバランスを取って生きていくコツ自分や人の愛し方幸せの感じ方など人生のねヒントを自分なりの子供の 言葉で記しましまた皆さんもしよろしければ是非書店や Amazon などオンラインにてご購入ください。6年ぶりりになります新刊ということで今の我々に必要なまあ一番言ったら自分にとって必要な言葉ですけれどもそれを皆さんとシェアできればなと思って「辰年」すごい始まり方しておりますがどんな時代でもこの本の中に書いてあることっていうのは自分を導いてくれる道しるべになるんじゃないかなと思っております。 ぜひご一度ください宇宙時代なんで地球人っていうのをすごい思ってて木納昌吉さんがの右翼でもない左翼でもない仲良くやって言ってたのがもう昔10代の頃にすごい響いて本当にそうだなと思って仲良くですもうパクリ <laughs> 木納さんの。でもいい言葉は というより言葉はしゃべるまでは俺のもんだけど喋って受け取ったあとは自分のものなんでもう好きに使ってもらったらいいと思うし好きに使ってます俺も。たまにねエクスキューズで「あの人が言った言葉だけど」ってさっきみたいに言う,うこともあるんだけどでも基本的に言葉は生き物だしどん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 時代とともにこう変わっていくものだから生物なんですよねだからよく俺は子どもの頃にうちの母にそういう言い方がおかしいとか何々 をととかかかねね用用じゃなくてご用達だからとか、ね、結構言葉をすごい子どもの頃から言われててでそれでちょっと言葉が好きになっていったっていう経緯も、まあ、うるせえなって思いながらもなんですけどちょっと好きになっていく経緯っていうのがあってでやっぱ言葉を好きになって言霊っていうことを知ってそして言葉の力っていうのを如実に感じるような体験をたくさんするようになってで今とっても ポジティブな前向きな言葉を基本的にはずっと発するようになったのも三輪明宏さんの言葉で言うと口から宝石を出しなさい,っていうそれは自分に全部返ってくるからと自分がまいた種を自分で刈,る刈り取るだけなんでもう自業自得っていうあのことわざが日本にありますけど日本って本当にそういうそのことわざだったり言葉に対してすごく敏感で日本語を習得する と右脳脳とと左がが両方同時にちゃんと動くっていう回路が形成されるらしいんでです脳みその中でだからいわゆる今で言うとその世界から見て日本のおもてなしだったりとかそういう心遣いみたいなそういうものがこうフューチャーされたりするけどそのこの言葉自体に宿ってる力っていうのが我々をも,うものすごい根幹から支えてる。 力だと思います和食もそうだけどその日本語を話すっていうことっていうのがものすごく自分たちの心のを育てたりバランスを取ったりすることにめっちゃ役に立っててでこれから日本が、まあ、本当に大変なこともたくさんあるとは思うんですけど世界からもっともっと注目されてああこの国がまあこれはアインシュタインの言葉だけどいつか世界が。 戦いにに疲れた時に日本っていう国を残しておいてくれてよかったということに世界中が感謝する日が来るってアインシュタインの残した言葉であるんですけどその根幹は何って言ったら俺は日本語だと思うんですよ。日本語が作る我々の,その心っていうのが世界に影響を与えて世界が変わっていくっていうそれこないだ12月29日にあった「証元君」っていう文字村に行ってた。 知らない方はぜひねリグッとしいんですけどもう言ってるんだけど2025年7月の5日から世界が日本に注目をしてそしてそのことによって世界が変わっていくきっかけになるっていう。でピンチはチャンスなんで、まあ、それすごい大地震がね来るかもとか何だとかっていろいろ言われてますけど一見ピンチなことはめっちゃチャンスなんでやばいことはめっちゃいいことの裏返しだから。 日本が世界を救うっていう立ち位置になっていくっていうことはなんかなといいううふうに思ってますただ痛みを伴うからそれは乗り越えなきゃいけないし例えば今年の1月1日の能登の方々にももう本当に痛い目にあってただそれをただただ痛い目にあったっていうふうにするかああれがあったから 俺は今こうなれてる私はこう慣れてるっていう風にするかどうかって本当に自分のマインド一つだと思うんですよ。っていうのはまあよく話してきたことですけど2004年に僕が、まあ、とあるねマンションの、まあ、とあるあのベランダから、まあ、とある形でね、まあ、ちょっと落っこっちゃってね、まあ、とある感じだったんですけども一見それはマジで最悪な出来事だったし当時こんな風に話せなかったんだけど。 だいいた年年年経経ってちちょうど20年経ちました本当によかったなと思ってて今は。あれがあったから俺は本当に自分の道を歩くことができたしあれがなかったらもっと中途半端なもっとんだろうな自分が望んでもないような道をずっと歩いていくことになっていたかもしれないけどあれがあったからって心の底から思えた時に。 起こった出来事は変えられないんだけどそれの印象は変えられるんですよだからいやいやそんなかったからとは言えないんだけどいやあれね実はめっちゃいいことだったんですよねって言えれば本当にそうなるっていうことが自分の実体験としてもう今この瞬間も感じていてだから当時は言えなかったけど本当にあの時落っこちてよかったなって。 っって思って思るんですよねすごい地味に10年以上かけてあの復活していってでマーティンス・スコセッシーが選んでくれて「サイレンス」で沈黙」って遠藤周作先生の本原作の映画をハリウッド映画をやった時に大阪から、まあ、もう大阪住んでたんでもう12年大阪住んでるんで。 大阪から東京に向かうプレミアのレッドカーペットに向かう時の新幹線に乗った時に雪降ってて関ヶ原のとこは結構視界が開けてる場所があるんですけどそこがもう一面の銀世界だったんですよ誰も歩いてない真っ白な。でそれを見た時にあやっと戻ってきたわフラットなとこにって思えた記憶があって。 その時になんかこういろんなことが報われたというかもうすごい言い訳がましくそれまでは「いやあれ自殺じゃないんですよ」とかあ「あれ全然覚えてなくて」って初対面で会った人が何も聞いてこないのにそれを言ってからじゃないとフラットに話せないっていうぐらいもうマイナスのところに自分がいてそれがもう何の言い訳もする必要もなくなったっていう。 日日があの日だっったななていうのはなんかこうすごく鮮明に覚えてるんですけどでも毎日ブランニューデイだから本当は地球は時速7万キロでこの太陽系太陽と一緒にシリウスの周りを回ってる我々は太陽系のファミリーなんだけどシリウスの一周回んのに2億6,000万年でしたっけかなんかかかるんですよね。 で太陽も実はこうやって魔観光殺法みたいにこうトルネードしながら前に進んでるんだけどここここう回っってていくかかからここまででで万千年かかってるんですよつまり我々はよく言う宇宙のまばたきするよりも短い間にしか生きてないんだけどこの一周していくってことはこれ時速7万キロなんですよ太陽でね。ってことは。 春が来て夏が来て秋が来て冬が来て俺は44回目の今冬を迎えてますけども1回も同じ冬はないんですよねもっと言うと1回も同じ日はないんですよいつも新しいところにいるからずっと。つまり毎日新しくて毎日まっさらなんですよね本当はね。そういう気持ちで生きられたら何でもできるし。 そして今が一番若いから皆さんこっから先今より若い日はないからだから何でもできる何でもやりたいことやるっていうのは本当にもうチャンスでしかないから今日やんなかったらもういつやんのって明日もっとじじいだよってもう40になってね最初冒頭で言いましたけどもう体言わすし。 なんか腸活腸活言ってるのにじんま出してるしまあ酒のせいかなとは思うけど <laughs> でも一応ねあの久々にね「イケイケ」って言われて人間の時行きました肝臓のチェックにもう30代日頃のもう腸活のおかげ一番簡単な腸活寝る前の3時間食わないもうこれだけでいいですあと面倒くさいでしょ皆さん16時間食べないとか3日断食とか多分面倒くさいと思うんですよ皆さんね もう一番簡単寝る前に3時間だけも食わないでお腹減ったら寝れないよって分かるその気持ちだけどそれは「ジャンプ」読み過ぎたから若い頃悟空とか「ジャングル」の王者ターちゃんとか食ったら元気そんなことないんで実はお腹が減ってる時にめちゃくちゃ健康になってるんで つまり空腹感は幸福感なんですよお腹が減ってお腹が鳴ってる時に体が回復してるっていう考え方で間違いないんででこのマインドセットできたらお腹減ってても寝れるから絶対にでもね IWGP のね堤監督に言われました久保塚君ねすごい腸活腸活言ってるけどねそんな酒飲んでたらねもう帳消しになってるよ。<laughs> 堤さん その帳消しの帳はどの帳ですか <laughs> 発売から1週間で中版決定久保塚洋介の人生攻略本もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば向き合い方付き合い方愛し方 捉え方伝え方バランスの取り方楽しみ方幸せの感じ方大切なことをシンプルに紆余曲折上下左右急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法「窪塚洋介の人生攻略本」全国書店 Amazon にて絶賛発売中 So, so much, much for coming. For coming. Please, Please go, go home safely. Home safely. And don't forget, forget to, to always walk, walk on the wild side. side.